こんにちは、ひるやすです。先日ですね、フロントを交換した中華モンキーなんですけども、ちょっとその続報です。ハンドルを切ると、ちょっとね、配線がちょっとおかしくなってしまったみたいで、ライトがついたり消えたりとして、ちょっと動かないというか、まあ、乗れない状態になっちゃってます。まあ、エンジンはね、普通にかかるんですけども、おそらく、ステムをね、グイッとやっちゃった時に、配線抜けちゃったのかなと思ってます。今年はいつ乗れるようになるのか、大変ですね。まあそんなことで今日は2月23日ということで FTR223 の日なので、ちょっと FTR に乗っていきたいと思いました。まあね、中華モンキーね、乗ってるとノーマルの車両っていうのがね、どうしても必要になってくるので、それでこの FTR を買いました。FTR がね、もともと欲しかったっていうのもあるんですけど、中華モンキーをね、維持していこうと思ったら、まあノーマルのね、不具合の少ない車両が欲しいなと思って、レッドバロンさんで買ってきました。まあね、こういうふうに故障しない車両っていうのがあると、まあそれのおかげで、モンキーが乗れるんですけども、だったら本物のモンキー買えばよかったんじゃないのって思われるんですけど、そこは、まあ中華モンキー愛です。偽物愛がひどすぎてね、ノーマルを買っちゃったっていうような感じですね。まあそれで今日はドンキホーテに来てね、本当は中華モンキーに乗って、ドンキに買い物に来るつもりっていうことだったんですけども、ちょっとね急遽乗れなかったので、FTR でやってきました。で、FTR のね、前も中華ゴンリラを運用するためにスティードと GN の3大体制で運用してきたんですけど、中華モンキーのね、VM っていうのがこれまた良くなくて、40キロしか出なかったり、ガソリン漏れたりとか、もう不具合がすごい多かったんですけど、でもその不具合ってのはほとんどキャブが原因です。まあ、逆に言うとキャブ以外はほぼトラブルっていうのがないです。だったらもう吉村のキャブ、これにすればほぼトラブルなく運用できるのでいいと思います。まあ、個人的には PWK 好きなんですけど、あとはPZ16 っていう中華モンキーじゃない、中華エンジンにね、付属してくるキャブがあるんですけど、これもセッティング出たら結構いい感じです。まあ、これね、個人的にはそう思ってます。まあ、でっかいキャブじゃなくても、まあ、正直ね、セッティングさえ合ってればね、セッティング速度もよく出るんで、そのあたりは小さいキャブっていうのをね、今後はどんどん使っていきたいなと思ってます。まあそれで中華モンキーってね、ここまで聞くとね、まあすごい故障とか多くて、素人には手を出せないんじゃないのかなと思われるんですけど、まあ私も素人なんで、キャブ以外はね、はっきりとほとんどトラブルないです。で、あとこのカスタムしないで素で乗ってればほぼ問題ないと思ってるので、まあそのあたりね、怖くないなと思って、ぜひね、今年は皆さんもね、中華モンキーを買ってみてはいかがでしょうか、という、そんな今日は動画でした。まあ一回皆さん中華モンキー乗ってください。そして中華モンキーで一度ね、オフ会したいと思ってますので、そのあたり声かけていただければと思います。では今夜はプデチゲということで、またよろしくお願いいたします。